改めて京口宏斗選手、緊張します。八重橋明選手の大きな拍手をお願いします。解説もなんかね、俺、うまくいってきました。お三方のレジェンドのボクサーの世界チャンピオン、全日本ミドル級3連覇森脇栄斗、 WBO アジアパシフィックスーパーウェルター級チャンピオン井上貴之、レフリー竹原慎二、レフリー竹原さんが紹介されました。さあ、そして放送席ご紹介しましょう。大晦日のあの激闘もまだ記録に新しい田中康生選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。田中さん、ここまでの戦いもこれからもどうですか、見ていて。いや、楽しみですね。さっきまで座り込んで見てたんで足しびれてるんで、ちょっと失笑してますね。そんなことありません。大丈夫ですか。ぜひ楽しんで見てください、はい、よろしくお願いします。お願いします。わかりました。ヘッドギアの、はい、これもしない、ヘッドギア、すごいな、気合入ってるな。ラウンド1、なんとアマチュアの森脇選手のヘッドギアなしで答えます。これね、でかいクラスだから当たったらひっくり返りますよ。これね、パワーあるからね、2人ともトップアマチュアと、ね、プロのチャンピオンがこうやって同じリングで戦うってのは信じられないですね。確かにそうですね。これ森脇君がもし KO したら友達の後ろに引っ張るから。さっきからそればっかりですよね。あ、カットがあります。でこれヘッドギアないとこれが怖いんだね。そうそう、これちょっと失敗したらこれよ。畠山さん、これがありますね、パスから。そうですね、これヘッドギアさん、タイムストップ。いや、これ同じするために相手が切っておきましょう。まだ出血始まりました。右強いの出してきた。激しい打ち合いだね。おい、かけてあんまり入れる方がいい。あんたが倒れるよ。畠山さん、しかよね。危ないよ、危ないよ。パンチ振ってくるんだから。しかし迫力がすごいね、やっぱり重量級は。そうですね。今度はステップを使います。移動近く、まっすぐ打ち下ろすようにします。飛び込んで中に入って右。考えたらこれより大きいクラスのチャンピオンだったんだからね、竹さんね。そうですね、すごいね。レフリーは元 WBA 世界ミドル級チャンピオンの竹原さんが務めていただいています。うわ、もう一つです。井上選手は自分の距離でやってますね。持ち込んでますね、なんかね、だんだん。本当に井上選手はガードがいいね。はい、プレッシャーもすごいですね。ね、ガードがいいよね、田中君。第2ラウンド残り時間30秒。そう、やっぱガードが大切なんですよね。ガードはガードだね。ボクシングっていうのは。そうね。はい、いや、田中君も仕事辞めて、もうボクシング辞めてガードマンになってる。いや、意味がわかんない。自分で突っ込みましたね、今。田中選手、でもこの身長っていうのは世界に行っても特別ですよね。高いですね。今回もやっぱり身長差がすごい。身長の話はやめましょう。そうですね。いや、これはこれでもプロの世界タイトルまでやってる人間とここね、優勝してたからね。すごいね。さあ、残り時間が少なくなっています。最終の第3ラウンドです。表紙が聞こえました。どっちから出てた、後ろ。よく心臓の鼓動の音が聞こえてきます。お互い手をさせてきました。Ladies and gentlemen, the main round of applause for Takeshi Inoue and Yuito Moriwaki. 竹原さんのレフリーもお疲れ様でした。いや、竹原君も待って3人でやればよかったのね。竹原やれ。お疲れ様でした。まあ、1年間やって間近で見てどうでした。いや、迫力ありましたね。てか、俺はあの階級で世界チャンピオンだったら、怖いっすね。気持ちを入れ直して。秋山優太、平岡、渡嘉敷勝男。レフリーは渡嘉敷さんが務めます。入場のシーン、ラウンド1。さあ、第1ラウンドが始まります。互いに右足前のサウスポーになります。前のガードを低く構えているのが平岡アンディです。さあ、武田さん、改めてどういうところを楽しみに見ていきますか。そうですね、やっぱりこういったね、パンチを繰り出す前の駆け引きとか、打ち終わった後の
のレスラー避けながらの攻撃とかというところですね。しかしアンディはガード低いですね。それまた俺のこと言ってますやっぱね、最終的にはガードが高い選手が有利になりますからね、長丁場になれば。これ高岡選手、やっぱり道路下の個性っていうのは見えますか？そうですね、平岡選手、このアマチュアの選手にはない頭の動き、低い頭を低くしたりとか、いや、そういうのがやっぱりあと大丈夫でしょうか？レフリーが主役になってしまいました。ラウンド2。さあ、第2ラウンドが始まりました。リング先にスッと中央を取ったのが平岡アンディです。バックステップかと思えばすぐ出てきます。しかし当たらない。柔らかい上半身です。一瞬背中を向けながら、首の位置入れ替わります。後で押し返すようにしながらポジションを常に動き続けています、平岡アンディ。さあ、いよいよ最終ラウンドです。大きな拍手をお送りください。ラウンド3ファイナルラウンド。しなやかな動きを見せるのが平岡アンディ。大橋事務所属です。畠山さん、どうでしょうか？まあ、レフェリングは下手ですよね。レフェリングは下手なんですよ。もっと早く打たないと確実に聞こえてますね。あ、これ左強いボディ一つ入れました。秋山ナイスボディですね。うん、秋山選手、いいボディ入れてましたよね。頭が動くんでボディにちょっとパンチ集め出しましたね。あ、なるほど。最後入れました。ここで試合終了です。試合終了です。さあ、田中選手、どうでしたか、この戦いは。やっぱり3分3ラウンドっていうのはそこで力を出し切るのが見てて面白いですし、今回はスピードもあって最後は思いっきりパワーパンチをまとめて面白かったですね。アンディ、見るとみんなが上手くなって、そうなってね。秋原さん、ありがとうございます。ただガードが低いよ。ガードがちょっとリング上がる前からなんかガード低いよって言われてて、ちょっと緊張しました。でも低いね。でも本当にバネはいいね。本当こっちの体で受けるリズムはすごいね。ありがとうございます。頑張って、ね、ありがとうございます。あの、台本通り東川敷さんが転んでくれたんで緊張も和らぎました。台本通りだったんだ。ここは国立代々木競技場第1体育館です。チャリティーボクシングイベントレジェンド、今中盤に差し掛かるというところになります。田中選手、ここまで見ていてどうでしたか？はい、ここ2戦はアマチュア選手とプロ選手っていう他では見れない戦いがあるので、はい、やっぱ面白いですね。まあ、僕レフリーですからね、あの2人は本当にバチバチ迫力のある殴り合いなんですけど、すごかったですね。あの時レフリーだと俺めっちゃ怒られてる。見えないし、見えないから。この頂上発の3人のやりとりを田中選手どう見てるんでしょうか？いや、本当に面白いんですけど、これでいいんですかね？会場の皆さん満足してるんで。そのでも YouTube が畠山さんすごいですね。話題になってますよね、お3人が。いや、もう今ね、楽しんでもらいたいぐらいになるんですよ。畠山さんの打ち合わせがやれば本当に勝てるんですけどね。もっとやらせましょう。もうやってますか？これね、僕もね、今日はあったんですよ。レジェンドですか？はい、全然全然でも、なんか、そんなと思ってとりあえずサンドバッグは投げてみたんですけど、やっぱりもう、50歳よりやめながら言われました。そうだったね。 YouTube の裏話を聞けと、さっきからディレクターが何度も何度も噛み出してくるんですが、言える範囲で裏話をするんですか？全然裏話じゃないね、正直言ってるだけだった。あまりそんなないですよ。だから過激なことは見ればいますよ。だから見れば大体過激なことにしますからね。だから見れば多すぎて困るんですけどね。あ、これ生配信で編集はできないですからね。心して、はい、今どんどん生配信してますね。東京オリンピックウェルター級日本代表、岡澤セオン、日本スーパーライト級ユース王者、佐々木仁、レフリー畠山貴教。さあ、畠山さんがレフリーを務めていただきます。この戦いです。
ラウンド1。さあ、第1ラウンドのゴングが鳴らされました。右足前のサウスポーの構えが画面奥です。奥澤聖の最後のフックを画面に当ててきます。さあ、田中康生選手、はい、このお二人、なかなか気持ちが出てますね、お二人。俺、この試合を一番楽しみにしてますね。それはなぜ今、こう、勢いがあって、名前を聞くようになった佐々木選手がどんな選手なのかっていう、19歳で本当にいいことしてますね。これ、どっちか倒れますね。ダウンしますよ、これ、どっちか。結構、お互いに全部出てますね、気持ちの方法。右刺しました、一つ。もう、闘争の闘争心が出てますもんね、佐々木選手のね。今、読み込んでいただきおりました、一つ。左フック。前の手で当たりました。右に繋げば、世界の岡田セオンが、これから世界行く佐々木ヒンカー。これは、確か。松田星ヒンカーの手法と呼んでもいいかもしれません。畑山もこのクラスなので、畑山も佐々木ヒンカー。ラウンド3、ファイナルラウンド。どうぞ皆様拍手をお送りください。さあ、佐々木が誘っているもう何度この動きは、いや、どうぞ佐々木よ、いいですね、こうやって打つのかけてて、いや、この佐々木さん、すごい19歳ですね。これなかなかプロだよね、やっぱりね。あーっと、後ろに行って、後ろに行ってきました。別の互いこんな選手見たことないそう思いながら戦っています。どちらかと本体出した。お互い理由でしたらもうボクシングならないですからね。すごい戦いを与えたいです。オリンピック金メダルを目指す渡辺選手の19歳の佐々木。試合終了です。僕はアマチュアに誇りを持ってるんで、このルールでは絶対負けないです。どの世界チャンピオンが来ても何があっても絶対負けないです。トカシジムに来てよ、トカシジムに。いや、だから僕はプロのアマチュアボクサーになります。最終的な目標は世界チャンピオン、八王子中谷ジムから初の、それが一番の目標です。そしてもしよろしければ、竹原さんと渡嘉敷さんと畠山さんのチャンネル、ぜひいつか呼んでください。めちゃめちゃ見てますので、ぜひ来てほしいね。ぜひ来てほしい。畠山と田中しますんで。ぜひまた今度。あ、はい、ありがとうございます。日本スーパーフェザー級チャンピオン、佐藤康介。元 WBA 世界スーパーフェザー級スーパーチャンピオン、内山隆史。ラウンド1。引退から4年、ノックアウトダイナマイト、今もその拳にダイナマイトは握られているのか。ね、ノックアウトダイナマイトの剛腕がですね、錆びついてないか見てみたいですね。そうですね。内山君、体が締まってるね、相変わらず。いい体ですよ。41歳のおっさんって言ってんの？おっさんじゃないじゃん。本人はそう言ってるんですよね、毎日お酒飲んでると。毎日酒飲んでないね、この体は。でも佐賀選手もね、パンチありますからね、はい、まさかのパンチを見せてほしいですね、これね。まさか、なるほど。畠山さん、その番組の中でもスパリングやりましたね。そう、私もね、一発右ストレートもらったんだけど、見えないし、あの右ストレートが。内山君の試合展開で試合進んでますよね。いや、パンチがあるから向こう、下手に入っておれないですよね。いいにつなげた。いいカウンターだよ、いいカウンターだよ。独特のタイミングで打ってきますよね。うん、独特なね、本当だよ、内山君は。酒の飲み方も独特だけどね。あ、レッドキを外しました。ラウンド3ファイナルラウンド。さあ、ヘッドキを外してきました、佐賀康介選手です。現役の日本王者、そして偉大なるレジェンド、ボディ。もう、ね、受け回しもスタミナが投げられてたんで、今だ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 内山頑張れ、内山頑張れ。まだ大丈夫だみたいな。右のストレート、残り時間10秒。さあ、内山です。そこを見て左に行きました。しかし前に続けるのは内山隆史。おー、切った。
試合終了です。応援のジェジアとメロペンロールのポーズ。6回くらいでもやったら死んでませんでしたね全然やりますよ、元気でいい試合でしたね。ただまあ最初、最後ちょっとスタミナ切りましたけど十分だと思います。竹原さんどうでしたか。そうですね、この右のカウンターとか強いカウンターを打ったんで良かったんですけど、やっぱり後半はガスケツですね内野君お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。いやもうでもね、引退して4年経って倒されなければいいと思って。あ、なるほど。思ったんですけど、うん、まあなんとかみんなの前で恥ずかしい姿見せるんで。いい勝負ですよ。いい勝負です。ありがとうございます。高原さん、はい、疲れてきたとか言わないでくださいバレるじゃないですか。疲れてきてるんですよよく来たみたいな。そこで壊れてますよ。もう高橋さんもなんかくだらないじゃなかったくだらないって言うんだダイゴーディーラーナオヤーアノウエナオヤです。そして黒いグローブが比嘉大吾です。畠山さんどう見てますか。試合ではスパイクですけどね、試合の時のような緊張感があるし、バクバクする暇もないですよ。これすごい緊張感です。さあしかしここ前に出ていこうというガードの間をついて右のストレートにつなげたのが比嘉です。今はまた違う意味でね、違う自分でバンバン世界狙ってますからね。比嘉君もどこまでできるかが今日勉強になるでしょうね。うわー左右一つ返しました。比嘉ボディからそのままアッパーに上げていきます。右比嘉君もパンチ強いんだろうけど、なんか質が違うよね。なんか犬君のパンチとはプライドをかけたね、この戦い、すごいね、ピリピリするね。左でした。あ、うわー左強烈エヴァブロ、すごいな。うわー比嘉君はもらいながらでも下がらないからいいですよね。ね、日が出したもんだね。打たれながらも前に出るもんね。あ、エコキを外しました。両者とも外した。すごいんだ、これ滑らないじゃない。さあ、なんと3人ファイナルラウンド外しています。黄色いグローブがモンスター井上尚弥、まさにモンスター見せています。時はないですからね。いや、もう見逃せないね、これね。左ボディだ。シングル式も畠山さんどうですか。ちょっと言葉なくしてますけど。いやもう見入っちゃいますよ。本当に見入っちゃうね。言葉がない。世界狙うやつは違うな。この2人の戦いはこれが最初で最後なのか、それともまだ先があるのか。終了、試合終了です。 Ladies and gentlemen, a big round of applause for Daigo Higa and Naoya Inoue。 コロナ禍の集まってくれてありがとうございます。あと、ナイさんありがとうございました。まあ、このイベントが決まって相手がなかなか決まらない中、比嘉選手、スパーリング受けてくれてありがとうございました。ありがとうございます。リバイスの両選手に盛大な拍手をお願いいたします。どうぞお帰りください。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでした。いややっぱり最後なんか特にスリリングだったけど、今までね、みんなプライドかけてするから面白いね。それに天野選手もね、もう引っ張りたくなるぐらいすごいいい選手ばっかり。ダウン1個しなかったですね。そうですね。まあ、どうしたの。俺のダウン。いやでもこれね、社会にこの貢献しながらいい試合が見れるっていうのはボクシング界活性化にはいいよね。ああ素晴らしい。まあ、ね、割と盛り上がったんで良かったですね。演出はねすごかったし、選手の方からも出してくれっていう声ね、嬉しいですね。ああそうそうそう、ね、だからボクシング界はねほとんどの人は見てるんだよ多分。うん、だから俺ら気抜けねえな、ほんとな。インチキあんま言えねえな。トレーナーに世界戦やる畠山挨拶先に行けって言われて、
やだよ、ふざけんなよ、おめえ。なんで行かなくちゃなんねんだ。もうあんな野郎、ちょっと生意気だからぶっ倒してやろうって。したら、チャンピオン自ら、パーってトントンって入ってきて。それまではバチバチで仕方しない野郎が。俺もびっくりしちゃって。いやいやいや、あ、どうぞどうぞどうぞ、嬉しくて。彼がいなかったら、入れ墨ボクサーはリングに立てなかったんですよ。あ、そうですね。かもしれないな。そうですね。バブリーってこと？バブリー。